実は今シーズンっていうのはもうだいたい1ヶ月ぐらいで、まあ1ヶ月もなしで終了しちゃうよね。けど今シーズンの期間中に結構やばいものっていうのが登場したり使うことができたと思うよね。だから今回は今シーズン中にあった特にやばかったものたちについて紹介していこうかなって思います。一番最初はやっぱりショップ系よね。まあショップ系もやばいのっていうのが結構あって、まずはジャックスパローになってる。これっていうのは多分昨日の夜あたりについに登場したと思うんだけど、なんと運営のミスで一時的にだいたい30分間ぐらい限定で普通にアイテムショップで販売されてたね。まあ、そこで購入することができて、正式にちゃんとリリースされる前に運営のミスでジャックスパローっていうのをゲットすることができた。しかも運営がねすぐに非表示にしたんだけど、ディスコード、まあ、外部ツールを使って購入することもできて、まあ、結構このスキンをね入手してるプレイヤーっていうのが多かったね。存在しないスキン、まあ、スタイルっていうのが登場したことがあった。アメリカの記念日にショップ関係でそういう系統のスキンが登場したんだけど、そこの一番目立つ画面になぜか未登場のスキンが映り込んだ、ね。まあ、胸の部分に、まあ、クマちゃんと女のスキンの胸の部分に星のマークがあったと思うんだけど、実際にこういうスタイルっていうのは存在しないけど、なぜかフォートナイトの、まあ、ショップだけで表示されてたっていう。まあこれは次の日に消されてた。まあこういう感じでね、明日登場予定のアイテムが1日早く登場して、購入しても何もゲットできないっていう不具合があったりとか、間違えたものを表示しててすぐに消されたアイテムがあったりとか、購入しても今現在までその購入したアイテムが届いてないっていう現象が発生したりって感じで、まあショップ関係は結構やばいのが多かったね。次は半日ぐらいかな、限定でとあるアイテムたちを無料で使うことができた。それっていうのが昔クエスト関係で無料でゲットできたこのアイテムたちだね。昔、まあ、フレンド紹介プログラムとか、あとシンプルなクエストとかでこのアイテムたちが無料でゲットできたんだけど、これらを今現在でも入手できる方法っていうのが見つかったね。まあ、これっていうのはだいたい半日ぐらいかな確か、まあ、すぐに修正されちゃって、まあ、このアイテムたちをゲットしたプレイヤーからはこのアイテムっていうのが没収されたね。けど没収されただけでバンされるとか、まあ、なんかペナルティーがあるとかはなかったんよ。まあ、実際にクエスト関係のアイテム入手できる方法っていうのがあったね。まあクエスト関係のアイテムって言ったら最近アイテムショップにも登場しだしたし、まあ、アイコンエモートとかそっち系は無理だろうけど、ツルハシとかね、その辺は今後登場しそうやけどね。次はもちろんね、やばいクリエマップっていうのも来たね。今シーズンのマジシーズンが変わってすぐあたりに、まずは無料でエモートを踊れるマップっていうのがあった。まあ限定エモートだったり、普通にね人気エモートが踊れるマップだね。まあもちろん自分のエモートのところから選択できるやつ、これっていうのもシーズン変わってすぐにできたんだけど、実際にすぐに修正されちゃって今現在はできなくなった。そしてもう一個やばいマップっていうのが登場して、まあもちろんエモートだったりツルハシバッグアクセサリーとかを使えるマップっていうのが来たね。まあ、使えるって言ってもなんか上に乗せるみたいな感じで、まあこういう感じのマップ、ツルハシの上に、まあ、その自分が選択したツルハシを乗せて、まあ、使うことができるみたいな感じだね。まあエモートもデバイスに乗れば踊れたり、バッグもつけることができた。そしてとあるスキンにすることでレネゲードレイダーをマジでまんまそっくりみたいなやつとかも使うことができたね。これっていうのは今現在も使うことができて、多分一番最初に多分映ってると思うんだけど、まあ、この島のコードから行くことができんね。まあ、これはめちゃめちゃすごい。次はバトロワでほぼもうチーターみたいなチート級にヤバいスキンを使えることができたね。それが
これもね2日ぐらいかな、1日しか覚えてないんだけど、すぐに修正されちゃったんだけど、ワンダラーを使うことができた。炎のダメージとかでワンダラーを倒すことができて、そっからミスティークの妹を使うとワンダラーに変身することができたね。まあ、能力っていうのも継続されてて、敵に近づけば透明になるし、遠くでも、普通このスキンってまだ販売もされてないから NPC と勘違いするし、でマジでやばいスキンだったね。しかも倒すことで今現在入手できないピストルとかもゲットすることができた。これっていうのは今現在は修正されてて変身することはできないんだけど、使うことができた。まあ来シーズンあたりにワンダラーのちゃんとしたやつが来るんじゃないかって言われてるから、まあこのちゃんとしたスキンの方にも期待よね。次はフォートナイトから消されたスキンっていうのもあった。それがエミネムさん関係のスキン、ラップボーイになってんね。このスキンっていうのが自分が購入して所有してたとしてもロッカーから消える、存在ごとフォートナイトから消されてたね。まあ、なんと多分運営のミスでファイルが、まあ、こいつのデータっていうのが消されちゃったらしい。そういうことからこのスキンっていうのが完全にフォートナイトから消えてた。けど2週間後ぐらい、1週間後ぐらいかなにアイテムショップで、まあ、エミネムさん関係のアイテムが登場して、その時にラップボーイがショップで再販され、それで、まあ、データが戻ってきて復活したね。けどまあそれまで1週間ちょいぐらい、このエミネムさんのラップボーイっていうスキンがフォートナイトから完全に消えてたね。次はこれっていうのがもう多分登場することはないんだけど、フォートナイトが破棄したアイテムっていうのがいくつか見つかったね。最初はチャプター2シーズン5でファミリーガイとのコラボレーションが行われる予定だった。まあ、最近あったと思うんだけど、まあ、そこではまあこういう感じのスキンが登場予定だったみたいだね。まあ、結局この2人は登場できたんだね。けどチャプター2シーズン5で登場予定だったスタイルっていうのが消えてんね。あとはグライダーとかもあったらしいね。めちゃめちゃいいよなこのグライダー。そして、まあ、このトレーラー映像なのかな、ファミリーガイのコラボ映像とかも制作されてたらしい。まあこれっていうのが、まあ、ちょっと新しく変化されて最近やってきたっぽいね。そしてまたダイハードとのコラボレーションも行われる予定だったらしい。まあこれはもう完全に破棄されて、まあ、登場することはなさそう。そして他にもね、破棄された関係のやつでいくと、昔このスキンっていうのが登場予定だったんだけど、多分エピックとの問題があって破棄されたよね。こいつのレゴスタイルっていうのが登場する。まあ見つかったね。そういうことで今後来るんじゃないかって噂になってる。まあ破棄関係のもいろいろあったね。そしてね、次は再販関係。実は今シーズンね、レア系のアイテムっていうのが結構再販されてんね。まあ、特にレアだったアイテムっていうと、まあ、これだよね。こいつだっていうのが、まあ、シーズンが進むにつれてこういう感じで、まあ、ツルハシの部分が再販され出してんね。まあ、こういう感じで、レアアイテムの再販っていうのも結構今シーズンあった。まあ、最近もなんか2、3個ぐらい来てたもんね。さらには、多分次のアップデートで、1000日超えのアイテムを含んだロッカーバンドルとかも登場予定らしくて、レアアイテムっていうのはもっとね、今シーズン中に再販はありそう。そして最後は運営のミスでもう自分から公開したもの。今日ついにパイレーツオブカリビアンコラボが始まったと思うよ。まあ、昨日の夜か。それでいろんな武器とかが、まあ、来たと思うんだけど、少し前に運営がね、このティザを公開したと思うよね。まあ、今回のパイレーツオブカリビアンコラボで登場するアイテムたちのティザーなんだけど、実は公式がね、ちゃんとこの画像を公開する前に別の地域のフォートナイト公式がミスってこの画像を公開したね。まあ、そしてすぐに消されるっていうのがあった。そしてこのね、画像が正式にリリースされる、まあ、公開される1日前にもまた別の地域のフォートナイト公式が
投稿してすぐに削除してた。こういう感じでこの画像っていうのは謎にね、もう運営自らリークしてた。まあもっとねいっぱいあったと思うんだけど、特に印象に残ってるヤバい系で言ったらこんな感じかな。もう運営がミスってる系が結構多いよね。あとショップのミスとか、あとはやっぱりワンダラーが使えるっていうのよね。なんやかんや一番ヤバくてめちゃめちゃ話題になったし、あとはクリエマップ、まあ、これは今後に期待、まあ、今後にも。まあ今回はこんな感じだね。まあ残り1ヶ月あっから、まあ、この1ヶ月間にもなんか食うかもしれないね。